川口サイエンクラブ K ファーム A2 の実習区画です。サニーレタスが結構大きくなってきてますね。間引きをしながら葉を摘んでっていただいてもこれなら大丈夫じゃないかなというふうに思います。それから株ですけど、生涯株これかなりもっと大きくなると思いますけど、かなり大きくなってきてるんで、この段階で収穫していただいても差し支えないぐらいのサイズにはなってきたというふうに思います。それから大根ですけれども、これもかなり大きくなってきて、あと大根の株間でこれなんか小松菜が植わってるんですね。この小松菜は取っていただいた方がいいかもしれないですね。あと春菊ですけれども、こうやってちょっと花の隙間から見てみると皮膚の内側でこう虫が湧いて食べられてるっていうことはあまりなくて、かなり台風の後だいぶ虫に食べられちゃったみたいなんですけれども、かなり新しい葉っぱがたくさん出てきて元気になったんじゃないかなというふうに思います。あと小松菜ですね、ちょっと穴の隙間から見えますけれども、見えないかな、なんとか本葉が出てきてるようですね。年内、あと50日ぐらいですけれども、今年もその間にどのくらいまで育つかが楽しみなところだと思います。